on the ice, representing Japan, Takeshi Honda. 8番、本田武史さん、日本。さあ、本田武史、海外留学のその力を発揮する場です。地元日本、長野オリンピックショートプログラム。まずコンビネーション。あっと、軸がトリプルアクセル失敗。ルッツも乱れた。ストレートラインステップです。指先まで神経が行き届いています。スピードが出てきました。スピンです。フライングスピン。足換えのシットスピン。リンクに S 字型サーペンタインステップ。ダブルアクセル。要素はあと一つ。スピードがあります。コンビネーションスピン。たけしがスピンで見せました。日本選手団、そして日の丸が揺れています。ホワイトリング、得意のトリプルアクセルの失敗は痛かったが、その後ジャンプだけではない、たけしはスピンも成長したんだ、そしてステップの中で、あ、ごめんなさいというふうに家族の方に向かってちょっと会釈するようなところがありました。でもよくやりました。あと崩れないところが確かに成長しました。両親もちょっと残念というような表情もありました。しかしこの16歳の高校2年生が立て直す精神力があります。得意のトリプルアクセルですが、少し回転軸が向こう側に流れてしまった。これで次のトリプルトーまでコンビネーション持っていくことはできませんでした。しかしその後ステップで立て直してスピンで盛り上げました。最後のこれがコンビネーションスピン。よく顔が見えるスピンだったたけし本田が、その顔が見えないぐらいによくスピードが出てきました。たけし、頑張ってください。頑張ってください。ごめん、頑張ってね。今日は長野は雨が降っていますが、お土産の雨となっています。左にガリーナ・ズミエフスカヤコーチ、新しいコーチが加わりました。先日このガリーナさんに私通路で立ち話でしたが、本田君のことを聞きましたら、たけしは大変エクセレントだと、才能は十分にある。ペトレンコをかつて指導しました。アルベールの金メダル、
このペトレンコよりももっとすごいかもしれないという高い潜在的能力をおっしゃっていました。さあ得点を見ていますと2つのジャンプの失敗がありますから、あ、4点台が出ています。そしてプレゼンテーションは 5.3 と挽回しましたが、ジャンプのたけしがそのジャンプ失敗になってしまいまして、さあフリー頑張りましょう。あさってです。On the ice, representing Kazakhstan, Yuri Litvinov.